今日くらいはです。まずギタボのななかちゃんです。お願いします。ななかちゃんは高校でちょっと軽音部入ってて、一回だけ学校でライブやったことがあって、発表やったことがあって、まあ、こういうライブは初めてで、でもすごい引っ張ってくれる、とってもいい子です。次にベースのひまりちゃんです。ひまりちゃんは6月に1回ライブに出て、みんなより一足先にバンドマンになってます。じゃあ次にドラムのあやかちゃんです。まあ、本当に初心者でこのライブが初めて。めちゃくちゃうまいでしょ。マジで。うまいね。すごく練習してくれてめちゃくちゃうまいので、次の曲もあるので期待しててください。で、
私が2年のキーボードの志村未来です。未来ちゃん、この可愛いバンド、次の曲も見てください。次は君の知らない物語っていう曲です。嘘やん、異常性お願いします。いつも通りのある日のこと、君は突然立ち上がり言った。Oh,